でっけはい、おはようございます、カッパパです。今日はね、伊豆に来てます。今日登るのは目の前の山、大室山です。というわけでございましてね、今回痛めてる膝のリハビリで伊豆にやってきました。それでね、伊東に泊まったんですけど、近くに膝に負担をかけなくてもね、登れる山があるというので、この大室山までやってきました。大室山周辺をね、もうちょっとこう大きく拡大してみますね。標高 580m の火山で伊東市のシンボル的存在だそうです。現在はね、植生保護のために歩いて頂上には行けないということなので、山頂行く手段はね、リフトのみになります。今回はね、その方が膝に優しいので、リフトで頂上を目指したいと思います。はい、リフトでね、ここ上がってくるんですよ。でね、山頂駅に着いたら時計回りにお釜の口を歩きます。富士山、伊豆大島、天城山、ものすごい絶景が待ってました。あー、こうなってんだ。はいはい、お土産屋さんもね、ちょうど今ね、開いた感じ。あ、こっから登るんだね。おお。改めまして、おはようございます、カッパパです。膝のね、具合が、まあ、だんだん良くなってきたんですけど、まあ、ちょっとまだね、まあ、毎年1月に行ってる雪山いくつか行ってるんですけど、今年はちょっとそれをパスしてね、大事をとって、今回は伊豆の方の温泉に入りに来ました。で、ついでにと言っちゃなんなんですけど、どっか登れる山ないかなと思ったら、まあ、近くにですね、この大室山っていうのがあって、でそんなに標高高い山じゃないから、まあ、軽装で登れるのかなと思って見てみたら、これリフトでしか登れない山ということで、まあ、逆にね、あ、それは面白いね、ラッキーということで今日やってきましたということでね、まあ、このリフトの乗車券は片道っていうのがないんですよね。どっちしリフトで登ったらリフトで下るしかないんで、往復しか売ってないところなんですが、そういうことで、まあ、一番ね、登山の醍醐味である、登り下りが、まあ、一応このリフトということなんで、今日は楽ちん登山で楽しんでいきたいと思います。さあ、どんなね、絶景が見れるか、ちょっと楽しみです。せーの、パワーを上げて、はい、はい、おお、もう頂上だ。はい、よいしょ。頂上のね、建物を出ると、あ、こんな風になってんだ。あ、これトイレですね。いやー、おつなトイレだね、これ。浅間神社。あ、この下がね、下がアーチェリー城だ。すごいな、これ。ちょっと降りてみると、おっとっとっと、怖え。はい、ここからね、ぐるーっと、いわゆる富士山で言えばね、お釜の口を回るってやつですね。でぐーっとこう来て、あ、道がありますね。で、ここに戻るという感じです。このね、トイレがね、すごいところに立ってるトイレなんで、トイレはちょっとお借りはしませんけど
この何これ、すごい空中トイレじゃん。うわすっごいね、綺麗、超清潔。はい、それではね、縁を回っていきましょう。こっちから行くんかな。はい、周回路にね入ってきましょう。おーすごっ、うわすごっ、いや何この大絶景。あー目の前がね伊豆大島、三原山の噴火で有名な山で、寒い。うわー伊豆大島だ。はい、こっちはね伊東ですね。あそこだね伊東。昨日はね伊東に泊まりました。あっちが真鶴の方ですね。あそこね初島が見えます。結構近いんだね初島。あのリフトのね山頂駅からぐーっとこう回ってきてね、まあ、伊東の町から初島、あれが大島ですね。いやーすごい絶景続きでね、しびれちゃいますね。八竹地蔵村だって。地蔵さんも並んでますね。はい、目の前はね天城山ですね。こんな天気ですからね。去年のね6月の25日かな、嵐の日だったんですけど、来ました。あそこ登りました。はい、位置関係はねちょうどこう大島があって、まあ、相模湾の向こうにねいくつもの島が浮かんでます。で伊豆半島の方にぐーってきて、まあそこが天城ですね。でかいね頂上の方はね、もうなんか白くなってるね、あれね。あ、この角度もいいね。伊東の町がね、よく見える。これちょっとね、見えるかどうかわかんないですけど、ちょっとズームしてみますね。ちょうどね、あの山腹に、あの聚楽4でおなじみの聚楽とか、あとあの鳩屋ですね。4126の鳩屋がねこっからよく見えます。いやこれさ、もうここまで来りゃねお地蔵さんってわかるんだけど、さっき三角点の方からこっち見てたらね、ベンチになんか5人ぐらい誰か座って見てるなと思ったら、ベンチで座った人じゃありませんでした、お地蔵さんでした。
はい、リフトに戻ってきました。いやー寒かったけどね、すごい大絶景良かったですよ。うー寒い寒いよ。あーこれよく見えるね、こんな感じだったんだ。高原もすごいですね。ゴルフ場は多いし、ね、これなんていうの、こっちはあの別荘とかかな。かなり立派な建物も建ってますね。この駐車場の数見てもね、分かる通りね、もう相当の数皆さん来るでしょうね、これ。まあ、場所がいいもんね。もうすぐそこ伊東だしね。その先熱海だしね。いいです、最高です。いやー正直言ってね、面白かった。想像のね10倍ぐらい面白かった。うん、なんか買っていこうかな。あ、もうね、株窓がなんか買ってますね。あー美味しそう、はい、ありがとうございます。まあ、あったけ、はい、あったけ、はい、というわけでございまして、大室山想像のね10倍ぐらい楽しかったです。今日もね、ご視聴ありがとうございました。カパパでした。